はい、雨降っててね、ドロドロなってはります。はい、僕カッパ着てます。はい、ダジちゃんです。ソフィーちゃん向こう行きましたね。はい、今日はですね、募集です。何の募集かと言いますと、こらカッパ引っ張るな、こういう問題行動犬の、募集、はい、させていただきます。はい、どういうことかと言いますとね、モデル犬ですね、問題行動を起こす、犬を募集させていただきます。それで、僕がね、セッションさせていただいて、改善の方向へ導くっていうことで、それで、こちらの条件としては、YouTube に犬、問題行動を起こしているところ、出させていただいても大丈夫ですよっていう方、それと飼い主さんの声ですよね。声がもしも、出た時っていうかね、その時も大丈夫ですよっていう方ですね。それとあと顔ですよね。顔が映ったらまずいよっていう方はマスク、モザイクもかけれるんですが、編集の時間がな結構ね、かかっちゃうんで、マスク、どうせ今コロナでね、マスクは着用してもらうんですが、顔映ったらまずいよっていう方ね、マスクと伊達メガネとかね、何か、つけてきてください。そういうことでね、YouTube に出ても大丈夫だよっていう方、はい、犬も飼い主さんもですね、そういう方を募集しております。募集します。第1弾とした、しまして、毎月やらせていただこうと思うんですが、第1弾としましては散歩させていただきます。なぜ散歩にしたかというと、僕もセッション久々なんで、ちょっと、まずは楽な方をさせていただこうと思います。それとあと夏場で暑くなるんでね、ちょっとね、普通の、まあ、フードアグレッシブとか結構ね相談あるんですが、フードアグレッシブとか時間かかっちゃったりしてね、犬へばっちゃったらね、体調悪くなっちゃったり熱中症になられたらまたこれも問題なんで、とりあえず散歩っていう形で、募集させていただきます。それで、下の説明欄の、ところにフォーム、メールじゃないです今回ね、フォームのリンクを貼らせてもらいます。でそのフォームから、質問事項、書いてありますんで、その質問事項にお答えになられて、こちらの方に、訪問いただきたいと思います。はい、動画写真とかもアップロードできるようにさせていただいてます。それで、できればですよね、無理ならいいです。できれば、犬が問題行動を起こしてる時、散歩の様子ですよね、それをね、あの動画に、前もってねアップロードしていただければ助かります。それで、応募者の中から、こちらも、ちょっとね、迫力ある動画にしたいんで、ひどい散歩とかあり、募集します。どんなことか言うと、もう引っ張りまくってもう大変ぜぜぜぜっていうことか、あとまあロックオンですよね、ロックオンしちゃうとか、そういう感じの大変なとこですね。あと、同時に、逆散歩に行かない、歩かない、階段を降りないとかね、階段上がらないとかね、そういう風なのも大丈夫なんで、アプローチなんでね、そういうこととかでも大丈夫です。はい、階段とかやったことないかな僕ね、だから階段の子とかも来ていただければ、うち階段ねあるんでね、階段も、上がらないんですよ、降りないんですよっていうのもね、そういうとこは散歩で
動かなくなるんですよとかね、そういうのも大丈夫です。大型犬が望ましいんですが、迫力があるんでね、でも、中型犬でも小型犬でも大丈夫です。こちらでね判断させていただいて、また連絡させていただくということで、それで、第1回目の開催の時期はですね、カッパを引っ張るんですよ。カッパを第1回目の、開催予定はですね7月、初め赤パチ入られた100均のカッパなんですが、カッパチ入られたこういう問題行動、はい、ぜひぜひ、ご参加いただけたらなと思っております。セッション費はもちろん取りません。それとあとスリップリードとかね、そういうの必要な方は差し上げますんで、はい、あらかじめね、僕が判断してこの子はスリップリード使った方がいいよとかね、そういう道具的なことはこちらで使ってほしいなっていう道具的なことは、こちらで差し上げますので、はい、完全無料でやらせていただきます。それと遠方の方、1ヶ月あったら取れると思うんですが、カンポの宿っていうところがありまして、そこに宿泊していただいて、うちに犬預けてもらってもいいですし、近くに、高石かどっかで先日ね、聞いたんですが、5000円ぐらいで犬と一緒に泊まれる、ホテルがあるみたいです。宿泊施設がね5000円やったかな、なんかすごい安いって言われてて、そういうとこもあるみたいです。まだね、遠方の方で来られることになりましたら、こちらで調べてね、またお伝えしますので、はい、ですから遠方の方もね、来ていただければと思います。でもしもビジネスとか泊まられる方は前の日に犬預からせていただきますんで、それも無料でやらせていただきます。はい、ということで、散歩でお悩みの方、ぜひぜひご参加ください。全頭できないです。はい、1頭2頭ぐらいになってしまう、1頭じゃないね、2頭ぐらいになると思います。日にちを分けてね、集中して1頭やります。で、必ず問題行動の改善の方向を見つけて、お帰りになっていただきます。2時間かかろうが3時間かかろうが4時間かかろうがやっちゃいます、最後までね。ですから遠方の方も来られても寝口あると思います。はい、いつもいつもご視聴ありがとうございます。それでは失礼します。はーい。